スタートしましまたバラついたスタート、ポントいいスタートは12番の光る紙飛行機飛び出しました、そのまま抜けていきます、1馬身リード、しかし、内から1番のフレンチ・ペローが並んでいきました、連れて4番のサグレス、これが今2番手に上がって、12番、光る紙飛行機は3番手に控えました、その後は9番のタ,ニタリ8番、リネンウッド、インコース2番のマイネル・ジパングが上がって、さらに外から14番、ビジオネール、15番のウォッカマティーに全く一段、この馬群に10番、サクセスコードも取り付きました。そこから2馬身がいて 5番コスモ・ベツァーリーその後ろに8番リレンウッドも下がりましたあとは4馬身ぐらい切れて11番デグニティ・クロース外は13番シネマ・モンスターあとは2馬身がいて6番ゴールドストームそして2馬身差7番ガスターさらにもう1頭1頭ポツンと遅れて3番シゲル長州最高峰で3コーナーカーブを回って600を切りました内からいった1番のフレンチ・フェローリードは体半分4番のサグレスが2番手4コーナーカーブ外から14番ビジョネールが上がって今前は3頭広がってきましたその後 2のバシンがいて2番マイネル・ジパング4番手400を切って第4コーナーから直線に入りましたその後外目15番のウォッカマティーニインコースに12番の光る紙飛行機です直線の攻防は1番フレンチフェロー4番のサグレスこの2頭競り合って200を切りましたその後ろは3バシンぐらい空いて2番のマイネル・ジパング今3番手でそのうちから12番光る紙飛行機4番手から3番手に上がれるか先頭今度は4番のサグレスゴリ 二着、一番フレンチフェロー、あとは三馬身、四馬身いて、十二番光る紙飛行機、そして二番のマイネルジパング、三着争い並んでいました。